シャスール級駆逐艦はフランス海軍が第一次世界大戦前に収益させた駆逐艦の艦級である。本級はフランス海軍が自国の通商保護のために建造したクラスで1906年度計画で4隻が建造された。本級は艦首の艦元のみ高い単線主労型船体であった。切り立った艦首から 監視甲板上に1番6.5センチメートル速射砲を単装砲画で1機を配置、その背後に即居技を乗せた露天の環境を基部として簡素な単脚式の全部マストが立つ。船体中央部に4ホーム煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットが片元1機ずつ、計2機で運用された。 甲板1段分下がった原則に2から5番 6.5cm 速射砲を片原2機ずつ配置した。中央部甲板上に 45cm 連装魚雷発射管が1機と単装魚雷発射管が1機が中心線上に配置した。後部甲板上に上部構造物が設けられ、そこに6番 10cm 手法が後ろ向きに1機配置された。 ノルマンシャルアーブル造船所にて1907年起港、1909年2月20日浸水、同年11月収益。1919年10月に除籍後、解体処分。ペノエシャサン・ナゼール造船所にて1908年起港、1910年4月12日、浸水。1911年11月収益。1920年10月に除籍後、 解体処分。FC デラメイディテロネシャラセール像選手にて1908年、寄港。1909年6月17日浸水。1911年6月、収益。1916年6月に衝突事故で処分。ノルマンシャルアーブル像選手にて1908年寄港。1910年5月9日、浸水。1911年1月収益。 1914年8月17日に練習間、類別変更、1927年12月に、除籍後、解体処分、ありがとうございます。